のラジオやらせろ。どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。始まった。もう670回だって。まあやってるでしょうね。すごいね。東高層のねボンヤリーヌが600回記念という。まあまあその前から一番古い番組ですからね。2007年。そうですね。まあだから週1でやってるから70回こっちの方が早いんだね。まあこれは M1 前からやってますからね。すごいね670回。なんだろうね。なんかでも別に回数とかあんま気にしないから、うん、と思うぐらいですけど。目指せ673回という、ね、少ないんだよね。なんであと3回の。いや。さあ、この番組はですね、うん、FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に31局で放送しております。さらに、パソコンやスマホのアプリ、YouTube のクレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。この番組へのメッセージは、mail@fm797.co.jp、mail@fm797.co.jp までメールください。よろしくお願いします。高校の同級生の清野くん、うん、ね、時々知ってますけど、仙台商業のね、うん、YouTube でこれ聞いてて、うん、あれ面白いよねっつってメール来ました、ね、あ、そうなの。あのマッサージチェアのくだりのやつはもう笑けてきたとまあね、言われりゃみんな経験があるんじゃないかなっていう ね、確かに座ってな寝てんなっていう、ね、そうもう、ね、休憩所になってますからね、うん、なんかそういうメールも携帯にねメールが来ましてね、うん、あ、聞いてくれてんだと。そうですね。だから YouTube になったことでね、うん、より聞きやすいし、聞きやすいんだね。聞く人も増えてるんじゃないですか。ありがとうございます。うん、本当にね、嬉しいですよ。だからそういう個人的なメールもね、来るから。うん、この間ウルトラマンの話を、ウルトラマンの話もね、せのが面白かったっつって。どんな話か覚えてないんだけど。俺もあんま覚えてないけど、うん、結構そのメールが来てまして、ウルトラマンについて。ウルトラマンについて。ちょっといいですか。はい。つばめ系男子さん。どうも。9月29日の放送でウルトラマンの話をしていて、うん、伊達さんが太郎をナンバー3と言っていましたが、はい、ナンバー6の間違いです。え？ウルトラマンナンバー3じゃないの？ウルトラマンナンバー6。嘘でしょ？本当？確かに、なんか3のイメージあるけど、6って確かにそうだなって。そこ言ったお前も、6、6だよって。いや、俺も3かなと思って。言われたら、確かに6だった気もするな。ウルトラマンナンバー6って言ったの？だけど、子供心に聞いてるときに、3って聞こえてた印象は確かにあります。ウルトラの母と、ウルトラの父の実の子が太郎で、うん、ウルトラの母の姉がセブンの母であり。何？エースは怪獣に両親を殺されて孤児になった後、うん、ウルトラの母とウルトラの父に育てられるというなかなかな事情がある家族のようです。複雑なんだよね、ウルトラの家族。あ、そうなの。ウルトラ8兄弟だっけ。だからその当時で言うとその何兄弟みたいな歌あったよね。6までじゃなかったでしたっけ。6兄弟だったっけ。多分区切りやったよね。ウルトラの、俺8兄弟だって思ってたけどね。気になるんですが、お笑いの人はウルトラマンゼアスは見るんでしょうか。見てないな。ゼアスは科学特捜隊にあたる組織が普段井出道のガソリンスタンドになっており、うん、隊長と副隊長トンネルズの石橋さんと木梨さんが演じていて、主題歌も担当しています。マジで。ゼアスと戦う怪獣役を加賀武さんがやっていたり、すごく豪華なキャストなんです。はあ、もう料理の鉄人みたいなやつな。ゼアスっていうのも多分、結構前だよね。2020年現在でウルトラ兄弟は11らしいです。あ、でも11しかない。11人兄弟。はい。80までが一応、うん、うわー、ウルトラマン80ね。そこまでが兄弟で、でその後にメビウスと光っていうのがいて、うん、多分それが平成とかの、僕もあんま詳しくないですけど、うん、ウルトラマンやと思う。そこは兄弟らしいんですよ。え、兄弟なの。はい。だってさ、ウルトラの父がいる、ウルトラの母がいる、そして太郎が高校にいる。スリーじゃん。いや、それはそっから考えたら3だけど、うん、その前にウルトラマンも帰ってきたウルトラマンキングもいるわけじゃん。ウルトラキング。
だそういうの含めてナンバー6なの。マジか。ゾフィーとか。オイシックスってことかな。オイシックス。オイシックスってなんですか。オイシックスってあるんだよ。オイシックスってなんですか。なんかその料理のサイトだよ。オイシックス。知らねえよ。でやったよ、10万円でできるからとかで、オイシックス。よくそんなん覚えてんな、オイシックスと。俺覚えてるよ。五本毛メガネさん。はい、どうも。9月29日の放送で、伊達さんがウルトラマンになりたがってた、お話をされていました。はい。私も子供の頃はウルトラマンシリーズの再放送をよく見ていました。うん。子供向けの雑誌でウルトラ兄弟の企画なんかもよく読んでいたので、うん、知識はそれなりにあります。はい。伊達さんが話をされていた中で、実は間違いがあったんですが、中学受験の塾講師という職業柄間違ったことをそのままにしておくというのが性格上どうしてもできないので、なんだよ、ここで授業をさせていただきたくメッセージしました。何ですか、何の授業なんですか。ご無礼、お許しください。いえいえ。としか書いてないですけどね。だから多分まあ6のことなんでしょうね。あ、そういうこと？うん。ウルトラマンナンバー6だったんだ。口なしさん。はい。初めてメールさせていただきます。どうも。先日の放送でウルトラマン太郎の話が盛り上がり、ウルトラマン太郎の話が上がり、はい、太郎はウルトラマンナンバー3ではなく6であることは、他の方からもご指摘あるでしょうが、みんなやっぱそこは気になってる。違うよ、6だよ。なんだよもう。ところで僕は小さい頃からウルトラマンに熱狂し、ウルトラマン図鑑や怪獣図鑑、うん、穴が開くほど読んでは全ての必殺技、ウルトラマンの身長、体重、怪獣の名前を暗記、はい、小学校ではカードゲームに熱中する同級生を尻目に友人とウルトラマンごっこで休み時間を潰していたほどで、中でも太郎は変身前の主人公の下の名前が光太郎であり、これが僕の下の名前と漢字まで一致していることから強烈なシンパシーを感じています。また家にあふれる大量のソフビ人形でウルトラマンと怪獣を戦わせることにかけては、うん、戦闘シーンを一から完全再現するために変身アイテムを自作し、すげえな。例えばレオリングを指にはめてレオと部屋で一人で大絶叫。レオリングね。伊達さんと同じく自分もウルトラマンになれると本気で勘違いしていました。思うよねやっぱね、うん、その他 M78 戦は実在するとか、ずっと思ってたよ。見上げる夜空の月にはエースの南優子が住んでいるとか、うん、勘違いエピソードはこと書きませんが、はい、昭和、平成、令和と世代を超えて視聴者を虜にするつぶらやプロの仕事には感服するばかりです。すごいよね。ちなみに僕はメビウス世代です。はあ。最後に、現在実施されているのか不明ですが、かつてウルトラ検定というのがありました。内容はもちろんウルトラマンに関する知識を問う試験ですが、うん、この僕でさえ挫折したほど超マニアックな出題なので、ぜひお二人も一度腕によりをかけて挑戦されてみてはいかがでしょうか。はあ、長文失礼しました。ウルトラ検定なんかあるんだ。6を3って言ってる時点でもう受からないです。受からないよね。1問目です大体。あーでも M78 星雲のなんか持ってたわ、うん、でかいやつ、ドーム型の。本当にあると思ってたけどね。あとウルトラサインね。ウルトラサイン。ウルトラサインね。空にサイン書くやつね。はいはいはい、あれもね、文字ね。そう、あれもできると思ってたからね、俺は。読めてないのに。うん。ウルトラサイン。ウルトラマンメールがすごいですわ。すごいね、やっぱウルトラマン人気あんね、やっぱこう。仙台ティーチャーさん。はい。仙台市出身、現在は他県の中学校で教員をやっているもので、もうすぐ37歳です。お疲れ様です。他県で働いていますが、仙台が大好きで、サンドイッチマンのお二人も大好きです。ありがとうございます。毎週楽しみにラジオを聞かせていただいて、ありがとうございます。深夜に YouTube で同じ部屋で寝ている妻と子供を起こさないようにイヤホンで聞いているので、笑いをこらえるのに必死です。さて、9月29日の回でウルトラマンの話をされていましたね。ウルトラマンの意味はもう分かったよ。私はウルトラマンが大好きで、はい、伊達さんと同じように小さい頃ウルトラマンになれると本気で信じていました、うん、いつ俺に順番回ってくるのかなと日々考えていたことを覚えています。はいはい、はい、今私には4歳と0歳の息子、2歳の娘がいますが、うん、4歳の息子が今年からウルトラマンにドハマりしています。これまでいろんなアニメやヒーロー、それこそ仮面ライダーも見せていたんですが、うん、あまり興味を示さなかった息子が、うん、ウルトラマンにハマっていくのは不思議でした。興味も遺伝するのでしょうか。息子がハマったのをきっかけに2歳の妹もハマり、うん、2人でシュワッチしています。シュワッチ。今テレビ東京でウルトラマン Z が放送中で、これがとても面白いです。ぜひご覧ください。 Z ってことはもう終わりかな。 Amazon プライムや YouTube で見れば。
ね、2人がお話しされていたウルトラマン太郎はナンバー3ではなくナンバー6 ゾフィー、初代ウルトラマン、セブン、シンマン、エース、太郎の順番です。お、だから母とかキングは入れてないんですよね。なるほど。ゾフィー、初代ウルトラマン、セブン、あ、ゾフィー、初代、エース、帰ってきたウルトラマン、ん、ゾフィー、ゾフィー、ウルトラマン、ウルトラマン、セブン、セブン、帰ってきたウルトラマン、帰ってきたウルトラマン、エース、エース、タロ、タロ、で、6。レオは、アストラは、そのレオとアストラはキングの推薦でウルトラ兄弟になったらしいです。なんだそれ。そんな物語なかっただろう。だからもうファミリーというより一族なんですよね。ウルトラ一族、うん、あ、最後にその4歳の息子の誕生日も9月5日で、伊達さん、そして伊達政宗さんと同じ誕生日です。ああ、すごい。これからもお体に気をつけて日本中に笑いを届けてください。ありがとうございます。すごいね、平成が。ここはウルトラファンはやっぱり許せないんだね。いますし、うん、おーおーおーっていうことなんでしょうね。おお、何3とか言っちゃってるのみたいなところが、うん、あ、これだからメール送んないにしても思ってる人山ほどいたんだ、ね、うん、山ほどいるでしょ。ああ、言っちゃってるよ、あいつ3とか言っちゃってるの、マジで好きなのか。自分なりてとか言ってたくせに、なれるとか言ってたくせに3とか言っちゃってるよ。ショックだな。宇宙刑事の話しようか。じゃあ宇宙刑事ギャバンの話。ギャバンだからなんでしょうね、そのまあいいや、まだあるんだよね。まだあるの。さっちゃんさん、はい、いつも YouTube で聞いてます。ありがとうございます。ウルトラマンの話が出ていました、まあ、はい、ご存知かもしれませんが漫画で連載されています。はい。巨大化するウルトラマンと違ってウルトラマンスーツという強化スーツを着て宇宙人と戦います。え、 Amazon プライムの会員であれば追加料金なしで読めます。嘘。両手首にあるコネクタを接続して放つスペシウム光線が面白いです。何、それはさておき、富澤さんの動画を見ましたが、あれほど女性が苦手なのにどうやって奥さんと結婚できたんでしょうか。それでもまたメール。なんだ動画って。YouTube で、うん、まあライブツアーの YouTube を上げてるんですけど、うん、マクマの V で、うん、俺のテンションの、うん、あれを上げたんですよ。あ、だからみんな割とそれを知らないから DVD を多分持ってないんでしょうね。それ用に撮ったって思われてるのかもしれないですけど。あ、なるほどなるほど、うん、そういうことか。ガジュマルさん、どうも。もうウルトラマン目は終わったんですか。もう、ね、終わったよ ね。ちょっとでも訂正がすごいね。だからその思ってる人はもう相当な量ですね。違和感半端なかったのかな。3万人ぐらい、まあ、YouTube でも3万人ぐらいは見てくれてるんでしょうけど、はい、他にも普通には流れてますから、はい、それだけの数。うん、あいつ何言ってるんだよ、太郎。太郎さん、ナンバースリーとか言っちゃってるよ。あの豚野郎。どこが好きなんだよ。ウルトラマンナンバーシックス、ね、もう忘れませんよ。だから子供の頃に、うん、見てるから、うん、もしかしたらその、英語、うん、なんて分かんないじゃないですか。分かんないもんね。スリーまでしか分かんないじゃないですか。ワン、ツー、スリーまでしか分からない。つい最近までね、ワン、ツー、スリーまでしか知りませんでした。だからもしかしたらシックスっていうのが入ってきてなかったのかもしれないし、勝手にその、ウルトラマン、帰ってきたウルトラマンとか数えてった時にテレビで3番目とかだから、スリーなのかなっていうすり込みがね、自分の中であったのかもしれない。ウルトラマンナンバーオイシックス、オイシックスって言ってた。オイシックスは言ってないよ。ウルトラマンナンバーオイシックス。好きだな、オイシックス。なんでそんなオイシックス好きなんだよ。いや、ナンバーシックスって言われたからウルトラマンナンバーオイシックスって言ってる可能性もあるよね。ないっつってんのに。ないですか。ガジュマルさん、はい、富澤のテンション上がるもの検証楽しく拝見しました。はい、動画内で様々なものに反応する富澤さんがとても可愛らしく、ペットとして養いたいなと思います。もちろん餌のハンバーグは欠かせないですし、うん、動画内で富澤さんは若い女の子に終始照れてるようでしたので、もし、よければ富澤さんと同い年の私のおばを準備いたします。おばを準備されても別に照れませんけど。何歳ぐらいの女の子に照れるの。何歳ぐらいの女の子だってもう水着の女が隣にいたらどうしたらいいか分かんないじゃないですか。照れる。服着ろよって思うじゃないですか。いや、まあまあまあ、うん、照れますよ。照れる。照れますよ。富士山
はい、富澤のテンションが上がる動画拝見しました。伊達さんは富澤のテンションは俺にしか判定できないと豪語されていましたが、判定結果はあれで本当に合っていたのか気になります。酒を飲んだ時に酒だと悲鳴を上げるのが面白かったです、うん、私もお酒が苦手なのであのテンションの下がり方は共感できました。しかし椅子に足をかけて寝るのは足に負担がかかりそうですね。うん、いつだそれ、何年前のやつ。2、3年前じゃないですか。 それぐらいの最近。うん、そんなに前じゃないでしょ。あ、そう、うん、あったね、やったね、あの六本木の稽古場で撮ったやつね。そうそうそう。うん、オスカー・デラ・ホヤ・ボーヤさん、はい、はじめまして。たまに YouTube でながら聞きしています。ありがとうございます。突然ですが富澤さんはかなり奥さんに惚れているというかベタベタイチャイチャしているようですが、うん、そんなものは私に比べれば大したことはありません。お、私は暇さえあればケツを触ったり胸をツンツンしたりしています寝る前は必ず注意もします。ほぼ毎日富澤さんが風呂を覗くとか言っていましたが、私は上がってくるタイミングで待ち構えて裸体を見ます。何してんの。他にも言えないことは山ほどあります。いいよ言わなくて。今日はこのぐらいにしておきます。ちなみに結婚30年の55歳です。はあ、ね、すごいね。55にもなってすごく愛し合ってるね。ね、好きだっていうのはね。へえ、羨ましい。いつでも新鮮なんだね。うん、素晴らしいですね。それはね、いいことだね。うん、フリーマンカゼさん、はい、話し方が伊達さんに似てきた21歳ですこの前伊達さんが俺の骨密度はコンクリートだとおっしゃっていましたが、うん、バカみたいですね、文字にして読むと俺の骨密度はコンクリートだ。違う違う、言われたんだって。あと骨密度じゃない。あ、骨密度。俺の骨密度はコンクリートだとおっしゃっていましたが、ネットで骨密度について検索したら、はい、病院のホームページで、ホームページで、うん、骨の強さイコール骨密度プラス骨質、骨質、うん、であり、鉄筋コンクリートに例えると、骨密度イコールコンクリート、骨質イコール鉄筋、うん、だと書いてあったので、あながち間違ってないかもしれません。うん、話は変わりますが、先日富澤さんのブログを読んでいたら、子供の頃は勉強もできないし、大して賞ももらえなくて、大人になることに期待や希望なんてなかったけど、うん、結局大人になってからの方が賞をもらえたり、夢が叶ったりして、好きなことを続けてりゃ人生は意外と悪くないもんだと書いてありました。うん、とてもかっこいいと思いましたし、一生食らいついていきたいと思います。これを読んで思ったんですが、お二人の最も印象に残っている賞は何ですか。予想としてはあの伝説の2007年の賞だと思う。うん、日本史の教科書に載せてもいいぐらいの出来事ですからね、うん、もしよかったら教えていただけると嬉しいです。これからも応援してます。一番の思い出の賞、まあでも相川賞だ。そういうことじゃない。そういうことじゃないんだろうしょうけどもね。まあまあ M1 でしょうね。まあそうだね。ていうかあと何があんの。あとたなんかたけしさんの、あ、なんかいただきましたよ、ね、日本芸能大賞ね、うん、あとほら、あれも結局 M1 があってでしょ。あとですからね、アメトーク反省反省大賞お前じゃない。はいはい、いろいろありますけども、うん、なんか今年一番活躍した芸人とかっていうのもあったよね、アメトークでね、うん、アメトーク大賞かなのかな。あれはびっくりしました。あれすごいね、うんうん、あとそんなに、あとなんだっけ、ベストジーニスト賞とかもらってなかった。もらってねえ全然もらってないでしょ。あれもらえないですかね。ん、伊達さんとはもう結構ジーパン履くじゃないですか。うん、ベストジーニスト賞もらえないです。別にいらないでしょなんであとなんかもらったかな。なんかもらってんでしょうけど、あんまりね、やっぱまあ M1 が一番ね印象的だったんじゃないだろうな、うん、やっぱりね。ね、まあまあ嬉しいですよ、その賞がいただけるっていうのはね。あんまりだから子供の頃なんて、うん、まあ図工の絵描いてもらったりはしてましたけど、うん、そんなにそんなにね。俺ね、石巻のね小学校、渡野葉小学校時代に、ポスターを描くっていう授業があって、うん、それで絵の具使って、俺ねまだ覚えてるのは、まあ、座布団にこうタバコの灰が落ちる絵を描いて、うん、あっと思ったら、あっと思ってももう遅いっていう、うん、書いて、うん、火事にならないよ、ポスター、うんうんうん、でそれ先生にすごい褒められて、うん、これちょっと県に提出しますみたいな、うん、すごいと思って、うん、もう
多分だからまだ今ねどっかで選定してるまだ結果出てなかったまだ結果まだ出てないです。なんかそういうのあるよ。マジで数年思ってたよ、どこまで行ってんだろう。あ、上の方に行ってて、そうそうそう、時間がかかってる。うん、もう日本どころか世界の方に行ってんのかな、みたいな。もう40年近く前ですけど。箸にも棒にもかかんなかった、ね。でも戻ってこなかったよ、そのポスターは。俺が書いて。なくしたんじゃないですか、先生。なんでなくしてんだよ、まあ、引っ越したんですけどね、俺が。いや、でもそのポスター、うまくできてて、もう母親とかがほとんど描いてんだけど俺は絵が下手くそだあと思ってももう遅いっていうのも母親が考えたんですけど、ほぼ母親が描いたやつなんで。そうなんだよお前ほんでちょっとポスター全然描いてこない、あれどこ行ったんだよな、あれ。まあまあその世界に行ってんのかな。おばあちゃんが画家だっけ。ばあちゃんそうです。そういう血はね、もしかしたらどっかには入ってるのかもしれないですけど、うん、なんかああいうので確かに俺もなんか出してなんかもらった気がしますけど、ちょっとドキドキしてたからね、あの数年間マジで。うん、中学生ぐらいだとまだドキドキしてて嬉しい、ね、あのポスターマジでどこまで行ってんだ。あとなんかあれだわ、パックマンの中身を考えるっていうなんでくだらねえ一番無駄な時間だよ。ナムコのゲームメーカーの直営のゲームセンターみたいなのがいくつかあって、うん、ナムコステーションでしょ。ナムコステーション、うん、わかんない、そういうんじゃん、うん、そこでそのナムコの冊子があって、うん、NG、うん、そういうとこだったりで募集してたのかな。パックマンの中身を考える。なんだよそれ何なんだパックマンの中身を考えるいいよ考えなくて。これでいっぱい考えて、うん、適当に考えたやつがなんかもらいました。あ、もらったんだ賞、うんうん、お前多いよなそういうのがな、うん、さあラジオネームトンチママスさん、どうも。先日人間ダークのお話をされていた時に、うん、はいはい、大腸内視鏡や胃カメラが話題になっていましたね、うん、私は去年大腸がん検診、検便で引っかかり、はい、下剤をガブガブ飲んで内視鏡検査に臨みました、うん、画面越しにリアルタイムで自分の大腸を見つつ医師と話しながら進められました、うん、ポリープが見つかりすぐに手術に入りました、うん、内視鏡から輪っかを出してキノコみたいに生えているそれを捕まえ、ああ電流を流して焼き切って、別の何かが内視鏡から出てきてホチキスみたいな感覚で患部を止めた後、はあ、そのポリープを捕まえてシャバに出すという感じです。すげえな。患部を止めたホチキスみたいなのは傷が癒えたら便とともに排出されるという話でした、はあ、痛みなどは全然ありませんでした。面白かったのは切ったポリープが一時行方不明となりあれどっか行っちゃったなと医師が言うので、さっき手前にありましたよねと私が答えそうだよねあれみたいな一幕があったことです。しばらくして無事見つかりましたが、うん、胃カメラも10年くらい前にノロにかかった時にやりましたが、うん、これは本当に辛くて二度としたくない。胃カメラね、うん、看護師さん数人がかりで押さえつけられてただただ苦しかった記憶しかあります、はい、ちなみに胃カメラが今の形になるまでの歴史の中で剣のみの大道芸人が関わっています。剣のみ、そう、ああ剣を飲む飲むね、うん、ネット検索されるといろいろ情報が出てくると思います。サンドさんのネタやお話もお笑いの範囲を超えてどこでどう役に立つか分かりませんよね、ともあれお二人のご健康を祈願しております。へえ、そうなんだ、胃カメラ、うん、発達の中であれが剣の身の芸が何か関わってるらしいですよ。すごいね、なんだろうそれ、調べてないとわかんないですけどね、うん、汗っかき野郎さん、はいどうも、伊達さん富澤さんこんばんは。こんばんは。いや富澤さん伊達さんこんばんは。なんであれどっちがいいですか。どっちでもいいわ。金玉うちわを作り損ねた汗っかき野郎です。ご無沙汰してます。なんすか金玉うちわ、変なやつ来たな。伊達さんお前誰だよとか言わないでくださいね。言ったよもう。覚えていただけてますよね。え、あ汗っかき野郎さんたまにあ名前はね、うんうん、
先日の放送で人間ドックのお話や検尿のお話で盛り上がっていたの自分も検尿と検便の思い出を、うん、まずは検尿ですが、小学生の頃醤油差しのような入れ物に入れて学校に持っていき、うん、教卓に留めてあるビニール袋に全員入れるんですが、はい、入れたつもりが自分のだけ袋に入っておらず床に落ちています。恥ずかしい、ね。回収後に気づいた友人が、あ、〇〇のだけ落ちてる、きったねとからかわれ、それからしばらくあだ名が小便でした。いや、もう最悪だよ。続きまして、検便ですが、うん、食品関連の仕事をしているため、定期的に検便を提出します。はあ、そうなんだ。提出の締め切り日、職場のトイレで便を排出し、採取しようとしたところ、ガチッという、カチッという音が。うん、水を流すセンサーに体の一部が触れてしまったようで、おお、ちょっと待ってと焦る自分をよそに、ブシューズゴゴゴブシャーと便は流れていきました。なるほどね。提出日なのにどうすんだよと途方に暮れましたが、うん、数時間後なんとか絞り出して採取して事なきを得ました。検便は他人のを提出したり犬や猫のものを提出するとバレるらしいので、うん、お二人はやめてくださいね、はあはあ、尿と便のお話しかなくてすみません。でもこんなメールを読んでいただけるラジオ番組はこちらしかないので季節の変わり目になりました。このご時世風邪など引いただけで大騒ぎになりますので、うん、体調に気をつけて頑張ってください。長文乱文お文失礼しました。汚い文ね。はあ、本当にうんことしょんべんの話ばっかりです、ね、好きだよな。リスナーも好きなんで、だからそういうのな。うん、スカトロラジオですからね。スカトロラジオではないですけど。検便ね。だから自分らの親父とかそんな話しないじゃないですか。してないよ、このぐらいの年で、うん、だからこれを見てると、だから本当はしたかったのかなっていうのね。したかったとも思えねえけどな。でうちの親父の30歳の時の僕子供ですから、今46でしょ俺が、うん、16歳、もう高校生の時だよね、うん、俺ら高校生の時父親が検便がさとかいう話でゲラゲラ笑ったりしてないでしょ。だ、わかんないですけどね、それはね。子供に対してはほら、やっぱりさ、銀行で話してたのかな、威厳があるから、うん、まあ銀行でしょっちゅうそういう話しょっちゅうするかっつって盛り上がってたんだ。盛り上がってねえだろ絶対。バカだな本当に。てな感じですかね。まあ今週はこんな感じですかね。結構メール読めましたんでよかったですけど、メールね、まだまだいっぱいありますからね。まだあるんじゃない、はい、そうですね、はい、たくさんメールください、はい、まあ YouTube で聞いてる人も多いっていうことだし、そうですね、またなんかだから訂正があったらね、送ってきてもらえたらと。こっちもね、確証を持って言ってないからね、台本もないわけだから。何にもないですか、ね、何にもないです。だから大間違いだったわけですね、ウルトラマンナンバー3っていうのは。だから本来そこで作家とかいたらね、すぐ調べて、うん、すぐなるんでしょうけど、3じゃないです、6ですっていうね。田中マネージャーね、今チャットしてますから。そうですね、ライブチャットしてます、ね、ライブチャットして、うん、調べもしないです。そうですね、いやちょっとこれはもう本当に僕のミスですね、これ。だけどもう謝んないですけどね。謝りませんよ。そんなね、たくさんこうやってメールが来たっていう事実がありますから嬉しいですね。訂正してくれるっていうメールが、ね、来るんでね。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、また来週です。さよなら。さよなら。サンドウィッチマンでした。サンドウィッチマンのラジオやらせろ。